皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日は、毎日はやらないというお話をしたいと思います。皆さん1年の目標を立てたときに、毎日こう少しずつやるというのは、それはそれで大変いいことなんですけども、毎日はやらない方がいいですよというお話をしたいと思います。私は、年間のジョギングの目標が2300キロで、1月1日から走り始めていて、もう、70キロぐらい今の段階で走っているんですけども、毎日走ってるわけじゃないんですね。で、ちょっとさっき計算してみたら、1日平均 6.3 キロになるみたいです。っていうのを今知りましたという感じです。というのも、私は月間の目標を、180キロと決めていますけども、それを毎日走ろうという気は全くなくて、で、特にですけども、月曜日、週が明ける月曜日は休みにしているし、あと、今コロナで、出勤の制限がかかってるんですけども、木曜日は、会社に出勤するので、その木曜日は走らないというふうに決めています。ということで、どういうことを言いたいかというと、例えばこう雨が降ったりとかして、走りづらいという日があれば休んでしまいますし、逆に走れる日があったらいっぱい走るということをしているということ。で、それ以外にですね、例えばこの動画もそうなんですけども、動画なんかは何本か取りためて、それをこう毎日毎日配信しているということをしているんですね。実際には、予約の、設定をしたりとか、何本か取りためて、設定をしておくということなんかをしているので、実際には毎日やってないということです。動画の、私の年間の目標は50本と、決めているんですけども、1週間に1本、配信できればいいかなというふうに始めたんですけども、結構これ楽しくって、何日も何日も、毎日配信できるように、ちょっとずつやっていこうかなと思ってますけども、ただ、やっぱり、毎日毎日、一本ずつ撮ろうってなると、ちょっと嫌になっちゃいそうだなと思っていますんで、好きな、楽しめる範囲でやっていきたいなというふうに思っています。ということで、今日のお話のポイントは、長いこうスパンの目標だったとしても、毎日やらない。もうちょっと言っちゃうと、休みの日を必ず作っておくとか、休みの条件を必ず作っておくと、長続きしますよというお話でした。それでは最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。